こんにちは。時刻は16時を回りました。引き続きウェザーニュースライブアフタヌーンをお送りしていきます。この時間の担当は岡本結子です。どうぞよろしくお願いします。今なんでこの時間にこの画角から入るんだろうって思ったら、ちょっと見えましたよ、圧がね。そう、今インターバルの時にちょっとあるものをいただきまして、見てくださいこれ。最初おやつって思ったらこんなのもらったことないって思ったらね、このこれをやれっていう、これをやれっていういやーね、それでなんでこの画角から入るのかなと思ったら、しっかり NG ワードが映ってて、もう笑っちゃってましたよねさあ今日は明治のチョコレートいただきましたけど、今日私はキーワードランキングなんと10連敗してしまいまして、その上 NG ワードを当ててしまったんですよ。なので昨日と同じ、昨日みーちゃんがやっていた罰ゲームと同じで、もうすぐバレンタインなのでチョコを渡す時の最高の一言を言わなきゃいけないんだそうです。そんなのない何ですか最高の一言って、はあ、どうしよっかな、なんて言ってほしいですか一緒に食べよう、私ももらって君のことが大好き、何でもいいか、うーん、渡すとき好きですわ、ダメ、ほらよ、あ、ほらよどうしよっかな。じゃあ、ちょっと本当に私この時間結構もう怖いです、この罰ゲームの時間が怖いもんなんていうかまだ決めてないんですけど、こっちですよねカメラ、こっち、こっちにあるんですか、あ、出た、この画角ね、見覚えありますよね、いつもこれ、これですか、なんて言おうかな、どうしようかな、あ、怖い、あ、怖いじゃあ最初からこれなんですか、行きます、はあ、ねえねえねえ一緒にチョコ食べよ、なんで最近なんで最近消してくれないんですかお願いだからやめてもう何してるんですか私大丈夫これ、大丈夫ですか、ちょっとダメかもしれない、もう私本当になんかたまに友達に見られてて切り抜きとか、私怖くてそういう自分の切り抜き見ないようにしてるんですけど、友達が見てて送ってきたりしますもうやめてください、見たくないんですこういう自分はあ、しょうがねえなって、食べてくれるってことですか、あ、よかったそう、私はあの作らない派なので、買ったチョコを一緒に食べようっていう設定でやってみました、もう忘れてくださいちょっともうもう最近はね、スタッフさんが天下見に行ってくれないんですよね、ひどい、もう私のことはあえて映し続けるっていう、なんかね、よくわからない時間だったんですけど本当に忘れていただきたい、そう俺に言いました、俺に言ったので食べてくださいやだな、まあね、10連敗もしてたら仕方ないですよね、こうなります、はい、
もうじゃあ皆さんに早く今のこの時間を忘れていただきたいので、ここからは、今日の日の入り時刻を確認していきましょう。今日の日の入りマップです。